こんにちは、メリスです。私のチャンネルを見てくださりありがとうございます。これはエピソード9の前半のビデオです。今週3月のタックルズクグラフと喜劇の雑誌についてちょっとお話ししたいと思っています。そして後半のビデオでは、先週のビデオの最後で選ばれた女優さん2人、雪組の愛すみれさんと空組の秋音ひかるさんの魅力をお話ししますね。では3月のタックルズクグラフについてお話ししますね。今月の表紙は星風間どうかさんと花ゆきさんです。とっても美人ですね。特にこのピンクとパープルのスカートは綺麗で、このようなスカートを早く買いたくなりました。そして今月は星組の新トップが紹介されますね。もうこのチャンネルでこのトップコンビについてたくさんお話ししたかもしれませんが、すっごく可愛いですね。そして愛月さんはまだ組み替えしたばかりなんですが、もし3人で出かけるならの質問の答えは、私はスポーツ万能ではないのですが、2人は体育会系なので、スポーチャーみたいなアミューズメント施設に行って思い切り体を動かして遊びたいと言ったので、もう星組のスポーティーな性格に引き込まれたようですね。次は今月のグラブルはアキラさんです。この撮影はものすごく大好きなので、実はこの雑誌を3冊も買ってしまったんです。特にアキラさんの腕はかっこよすぎません？そしてちょっと気になったんですが、アキラさんは外国で外国人の方を見ていると、もっと自己主張して胸を張っていってもいいんだと思えて、パワーをもらえたとおっしゃっていました。皆さんどう思いますか？やはり外国人の方は一般的に自己主義なんですが、私にとって日本人の方を見ると、社会の平和についていつも深く考えていて、礼儀を守ることをすっごく尊重しています。そして、アキラさんは飛行機で隣の外国人とちょっと英語で話したことがあるそうです。どうしてもアキラさんの英語が聞きたいです。すっごく可愛いに決まっていますね。そして、アキラさんなら、もちろん行きたいところは海だそうなんですが、オーストラリアに行ったことがあるでしょうか？もしなかったら、オーストラリアのキャンズをぜひおすすめしたいです。とっても綺麗な海で、いろいろな海の動物と泳げます。私が行った時、ちょっと大きなサメに会ったんです。でも、とってもフレンドリーなサメだったので、全然大丈夫でした。今月の X はほおずきあんさんです。写真はとっても明るくて元気が出ますね。そして、ちょっと面白いことなんですが、出島小中戦争についてのお話で、海野美月さんと相手役になる物体は3作連続になったことを読んだ時、ちょっとびっくりしました。その2人は各公演本当に違うケミストリーがあって、毎回驚きます。本当にダイナミックで、でも自然な感じがしますね。そして、今月のアガールはアリサひとみさんです。本当にアリサさんの幻影の谷での語り部の役が大好きなんです。そして、インタビューを読んだ時、とっても自然で情勢的な方なんじゃないかと思って、私ももうちょっとアリサさんのように、女性らしくなりたいと思いました。まずはアリサさんの好きなルームフレグランスを探してみます。舞台の写真で、あすずききわさま、可愛すぎますね。マスクレードホテルのブルーレイの発売が待ちきれません。そして、ハイカラさんが通るが楽しみでして仕方ないです。今、私はマスクレードホテルの続編、マスクレードナイトを読んでいますが、
キワさん演じる闇騎士さんの役は完璧でしたので、マスクレードナイトでのキワさん演じる闇騎士さんが想像せずにいられないです。そしてインスタグラフで、浅見純さんの写真はとっても楽しくて、本当にクリエイティブな方だと思います。特にこの写真、たくさんのタクルジェンのお顔が目いっぱい写っていて面白いですね。もしできるなら、タクルジェンが何人まで写れるかチャレンジしてほしいです。とっても面白いチャレンジ企画になると思いませんか？最後は、前崎りんさんのピックアップインタビューを読んだとき、本当に感動しました。私にとって、前崎さんのカルロッタでの役は特に大好きで、すごい印象に残りました。そして、前崎さんはインタビューの中で、タクル漬け生活の中でたくさんの夢が叶え、そしてカルロッタ役をいただいて、これ以上は何も望めないという思いです、とおっしゃっていました。私はいつも乙女の本を読んで、皆様の演じてみたい役はいつか実際に演じられることを心の底から願っていますので、このような話を聞くとすっごく感動します。自分の夢が叶ったらどんなに幸せなことだろうと想像しただけで私も嬉しくなります。次は歌劇ですね。今月の表紙は柚塚礼さんで、花組の新トップコンビのインタビューもあります。私にとってこのコンビはとっても優しくて明るい印象があって、舞台ですっごく可愛いローマンスストーリーが届けられると思います。そしてカラーポートレートでは、風鈴穂さんのふわふわスニーカーにすっごく見とれてしまいました。ふわふわスニーカーと言いましたが、ふわふわな生地はスニーカーかジーンズかわかりません。私はジーンズもスニーカーも履かないんですが、なぜかわかりませんが、すっごく欲しくなりました。そしてまたキワさんですね。本当に可愛くて美人ですね。そしてお洋服拝見では、アリさんの髪型はとってもかっこいいですね。コートも素敵で、本当にスタイリッシュなカッターですね。私にとって、アリさんはいつも、本当に可愛くて、若々しい、感じがしますが、ファッションサールは実は、とっても、冷静で、大人っぽいですね。今回のハイカラさんが通るの座談会はとっても興味深くて、いつもタクル塚で女性の出演歌を見るとすっごく嬉しくなります。私は2017年の公演が見られなかったんですが、今回のキャストや舞台などは違いますので、どう変わるのかとっても興味があります。正直2017年に公演されたばかりで、そんなに古くはないので、今回バージョンのハイカラさんが通るの再公演はそんなに難しくないのかなと思いました。でも考えてみると、お客さんに新鮮さを与えて満足させることは本当に大きなチャレンジだと思います。制作した藤枝太一さんは、よりドラマチックにパワーアップした作品としてお届けいたします、とおっしゃっていますので、とっても楽しみにしています。最後は桜のお気に入り。先月と同じ、桜さんは巨大な熊のぬいぐるみが欲しいことについてお話ししています。本当に欲しそうなので、プレゼントしたくなりました。桜さんといえば、玉切洋さんと一緒に対談される発表がありましたね。私は桜さんのことがすっごく大好きなので、もちろんちょっと悲しいことなんですが、
まだ1年ありますので、この1年でもどんどん成長されるのではと思い、とっても楽しみにしています。では、まだいっぱい面白いインタビューなど残っていますが、我慢しますね。前半のビデオはここまでです。見てくださりありがとうございます。後半のビデオでは、雪組の愛すみれさんと、ソル組の秋音ひかるさんの特別な魅力についてお話ししますので、興味があったら、ぜひご覧になってください。See you there!